青毛歩道橋は、埼玉県区喜市に所在する埼玉県道153号、サッテク汽にかかる歩道橋である。この、青毛歩道橋は、埼玉県道153号サッテク汽の、歩道橋として、区喜市立青毛小学校と青葉公園を結ぶように、整備された橋である。また、この橋の階段は、七段休み場五段休み場から三段。 となるように設計されており、床面には中央部に茎氏の木である胃ウの葉が、休み場には星座が描かれている。描かれている胃ウや星座は、茎氏の発展を願うと同時に、子供たちに未来への夢を抱いてもらえるよう考案されたものである。このように橋の階段が7段、5段、3段となっているため、753橋、または753歩道橋とも称される。 このほか、橋の欄干には夜間に青色に発光する星座のパネルが設置されている。この星座のパネルを受け、かつて日本の歩き方などのテレビ番組やメディアなどでたびたび取り上げられてきた。このような歩道橋であったが、2021年2月に竣行した橋梁修繕工事により、星座のパネルや現地の案内板は撤去され、床面は緑色単色の塗装面となった。 明かりとして、橋梁内には、LED 照明が設置された。青毛歩道橋周辺ヤフーロコホームページ、現地所在の案内版埼玉県杉戸土木事務所、設置、変だ、青毛歩道橋の補修工事が始まった。久喜市議会議員、井の和夫氏ブログ、青毛歩道橋修繕始まる。R2 年11月13日、埼玉県議会議員石川忠、吉氏ブログ。ありがとうございます。